はい、青春小原益子です。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、日曜日ですので、日曜日ソロですよ。はい、皆さんどのようなスニーカーを履いてますかね、普段。はい、エアフォースにルナのソールがついたルナフォース、こんなのも出ましたね。はい、そして LD1000 にローシがついたモデル、こんなハイブリッドのモデルがたくさん出てますね。今スニーカーってとても履き心地がいいです。今じゃなくても昔のスニーカー、例えばエアフォースだったりダンクだったり、そういうスニーカーもとても履き心地いいですね。エアプレストもすごく履き心地いいです。はい、こういう履き心地のいいスニーカーを履いていると、スーツで革靴を履かなきゃいけないとき困りませんか？僕なんかすごく困ってたんですね。はい、革靴を履くたびに靴ずれを起こしてね、水ぶくれになったりして重いし、履き心地悪いし、もう痛いしみたいなことが多かったんですよ。はい、でね、何年か前にですね、スニーカーのように履ける革靴ないのかなと思ってね、探したことがございまして、はい、でね、いくつかあったので、それを紹介していきたいなって今回は思います。ということで、今日はスニーカーのように履ける革靴を紹介していきたいと思います。ということで、まず1足目紹介したいと思います。はい、ご存知の方も多いと思います。はい、コールハーンのルナグランドですね。はい、コールハーンというブランドはつい最近までナイキ傘下のブランドだったんですね。ですので、ナイキのルナを搭載した革靴っていうのがあります。で、今、ナイキ傘下でなくなってしまったので、ルナグランドっていう名前ではもうないんですね。今はオリジナルグランドという名前になって、ほとんど同じなんじゃないかなと思うんですよ。僕履いたことないんでちょっとわからないんですが、もう見た感じほとんど同じような、モデルが出ております。僕が買ったモデルはこのグレーとブルーのモデル。なので、はい、普段はカジュアルで履いております。こちらのルナグランド、現在だとオリジナルグランドっていう名前になるんですが、ブラックとブラックのモデルとかもございますので、はい、そんなにお堅くないお仕事でしたら、まあお仕事で使っても黒黒だったらいいんじゃないのかなって自分は思うんですね。はい、でこちら履き心地なんですけど、下手なスニーカーよりよっぽど履き心地いいです。本当に疲れないし楽です。マジ楽です。なのでね、普段スニーカー履かれてる方、すっごいいいと思います。なんかナイキの足に慣れてる人とかはね、本当いいんじゃないかなと思います。はい。もう、すごい軽いですしね。なので、こちらのね、革靴、とってもおすすめです。はい。ぜひね、ググっていただいたりするといいかもしれませんね。はい。ということでね、次。さっきのコールハーンはさすがにカジュアルすぎんだろう、履けねえよっていう人もね、やっぱりいると思うんですよね。私もね、数年前に祖父が亡くなりまして、お葬式に出なきゃいけない、でもさすがにコールハーンはねえよな、黒黒でもさすがに厳しいでしょうっていうことで、ちょっとね、楽に履ける革靴を探したんですよ。そしたらありました。はい、こちらですね。はい、見えるかな。はい、こちらです。はい、ロックポートっていうブランドの革靴になるんですね。当時は、僕が買った当時はですね、これアディダス傘下のブランドだったんですね。はい、現在はですね、ニューバランス傘下になっているそうです。この革靴なんですけど、まあこれ一見普通の革靴なんですけど、ここの部分が、ミッドソールの部分が普通木だったりするじゃないですか。ここがすごくなんか反発性のいいクッション材になってまして、すげえ履き心地いいんですよ。すごく楽なんですね。で、このロックポートっていうブランドなんですけど、これすごくて、正直びっくりしたんですけど、このロックポートの会社の副社長さんがですね、こういうドレスシューズを履いてフルマラソンに出て完走したらしいんですね。はい。すげえじゃないですか。で、その後にですね、ロックポートの社員さん8名がフルマラソンに参加して、その際ドレスシューズを履いて走ったらしいんですよ。で、8人とも完走したという。本当にだからスニーカーのように履ける革靴っていうことらしいんですよ。実際履いてみたんですけど、こちら、すっげえ楽です。もうほぼスニーカーです、これもやっぱり。で、
コールハーンとまあ比べてもそんなに劣らないよ、むしろ履き心地いいんじゃねえのってぐらいいいんですね。なのでやまあ普段ね、あの営業で回ってる方とかすげえいいんじゃないのかなって僕思います、これ。はーい、ということでね、今回あのスニーカーのように履ける楽な革靴っていうのを紹介したいしていきました。はい、コールハーンのルナグランド、現在だとオリジナルグランドって名前になってますね。多分同じものだと思います。ちょっと僕は詳しくないのでわかんないんですが、はい。でこちらロックポートというブランドの革靴ということでね、こういう、まあ、スニーカーのように履ける楽な靴紹介していきました。ちなみにこの2足とも、全国のアウトレットモールに意外と入ってます。自分もこれあのアウトレットで買ったんですよ。もうこれなんか5000円ぐらいだったかな、これは2万円しないぐらいで買ったと思うんですけど、はい、すごくねあのアウトレットとかでお得で買えたりしますので、ぜひね、いやもう革靴つかねえよめんどくせえよって人はいいかもしれません。はい、ということで今回はスニーカーのように履ける革靴を紹介しました。以上、青春オーバーランでした。